はい、じゃあ今日は、前回すぐ前の動画で、おにぎりのタイミングで叩いたのをあげたんですけども、今回はおにのタイミングです。2つ目で、叩いていきます。まずはテンポ60からいきます。で、拍、この拍なのでちょっとやってみます。一緒にぜひやってみてください。今度はおにぎりおに、2の1です。おにぎりおにぎりおに、で、おのタイミングで足が入ります。おにぎりおに、おにぎり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 で、こちらも左手で叩きます。おにぎり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 おにおにぎり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 。はい、じゃあテンポアップしていきます。ちなみに気づいてる人もいると思いますが、私は鏡のように叩いてますので、まあそのまま左手で叩いていただければと思います。ではやってみます。3、4。おにぎり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 おにおにぎり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 。はい、もうちょっとテンポ上げていきます。最後、目標の速さ80です。おにぎり、おにぎり、3、はい。おにぎり、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 おにぎり。なんで2のタイミングですね。おにぎり、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 おにぎり。以上となります。ぜひ挑戦してみてください。